こんにちは、メンタリストのダイゴです。賢いシリーズにようこそ。猫様からすごい毛玉が発掘されました。今日は面白い男は本当にモテるのかというお話をしようではないか。恋愛においてもユーモアは非常に重要な要素。単刀直入に言うと面白い人はモテるんです。だけどここに一つ大きな罠が。それは男性がイメージしている面白いとモテにつながる面白いは違うということ。男性がイメージしている面白いはお笑い芸人が持ち合わせているようなギャグセンスの高さじゃないかな。一方、女性がパートナーに求めている面白さとは、心理学の世界ではブレイフルネスと呼ばれている能力なのです。ブレイフルネスとは、どんな状況でも自分と周りの環境に対して楽しい部分を見つけ出す能力や、遊び心を持って打開策を探ることのできる能力のこと。つまり、逆センスや相手を笑わせるスキルよりもユーモアがあってポジティブな男性層が求められているわけ。さらに、2017年の 15,177 人分のデータを調べたメタ分析によると、一つの笑いを二人の共同作業の結果として生み出すことが、何よりも二人の親密さを高めるということが判明しました。二人で何かをしながら笑い合うこと、それが相手のことを好きになるきっかけにも、好きだという気持ちを深めるきっかけにもなるよ。共同作業で笑いか。あ、例えば、スノーで顔交換するとかだけでも簡単にできちゃうかもしれないね。あとは超性格分析っていう僕が作ったアプリも2人でやると盛り上がると思う。性格を分析した上で無人島で2人きりになったら2人はどうなるとか、すごい数の診断が楽しめるんだから。あとあと、遊園地や脱出ゲームといった時間をかけて一緒に遊べる場所に出かけるのもいいかもね。いずれにしてもポイントは、2人でいると面白いねという印象を残すこと。無理に笑わせる必要も笑われる必要もなく、何かをしながら今面白かったよねと目を合わせられれば、それだけで心理的な距離が一気に縮まっていくよ。そういえば皆さん、今恋人はいますか？時いないけど欲しいぜっていう人は、僕が監修しているマッチングアプリ Wiz を始めてみてください。あなたの性格から理想の恋人候補が見つかるはず。今見ている動画の右上ボタン、もしくは概要欄からアプリを今すぐインストールしちゃおう。素敵な恋人も短期集中型で見つけましょう。あ、そうだ、プロフィールはまめに書くんだよ、覚えといてね。あ、それとこのシリーズは好評につき、これから定期的に配信することにしたよ。だから見逃すことがないように、ぜひここからチャンネル登録してね。ポチッとね、ポチッと。まったねー。